やー気持ちがいいですよね、本当に気持ちがいいわ、最高、行きも帰りも最高でした。でしたってまだやけどね、これから帰りやけどね。まだまだ続きますよ旅が。滑りハラスメントの後藤さんは後ろか？あ、後ろに出る。滑ハラ。そしてウインカー突きっぱというね。一番二番目の。される。煽られる。うまいこと調子乗りの血を仰ぐな。やっぱり気持ちいいわ。さっきガレージで止まってる時死ぬかと思うぐらい、もう熱中症取れるか思うぐらい暑かったけどね、やっぱ走ると全然違いますわな、これむっちゃ気持ちいいね走るとね。止まったらあかん、止まったら死ぬんじゃ状態、もうほんま止まったら死にそうになるもんね、これ。いや今からどこ行くんやろ、あんまり分かってないという全然分かってないというどこやねんこれ1号線です25号線ですダブルですだから高速乗んのかな。もう今日はもうブー任せ、ブーにお任せ。はよ行けはよ行けよはよ行けはよ行ってくれあなたが出たんだこっちどんだけトロトロしてんねん行けるやろ今の25号線か、25号線の方へ。走ってんのが一番いいさ。しかし俺のハーレーはいつになったら治るんだ。
もエストレアで十分やのに、トロトロ行ってるからね今日は。でもハーレーの迫力には及ばんね、やっぱり。ハーレーがいいな、ハーレーで行きたかったな今何時やろ。朝6時ぐらいから起きて、俺何食うてん。ソフトクリームとパン1個しか食うてんの。それでも十分いけるけどな、それでも十分持ってるっていうのが怖いよね。年取るってこんなものなのかしら。年取るって、年取るとあんまお腹すけへんなるもんな。下道の方が高速より絶対なんかおもろい思いますわ。次はなんかね、下道来たいよね。下道でね、ええな。バイクやったらね、下道が絶対おもろい思いますわ。うわー、うんこくさいこれ放送禁止か、これ肥料臭い、肥料臭い、すごい末臭い今まで俺黙って運転してたけど、もう言わしてもらいます、肥料臭いもう管理袋の尾が切れた、もうまあ肥料臭いわこの辺。ほんまに肥料の中に突っ込んだか思ったわ俺も。もらった今の枠、すんかさんもらい受けた。うおほー、むっちゃ綺麗やんこれ。綺麗でしょうよこの田んぼ田んぼいや今の季節いいですよね。これはもう、ええわ、来てよかったわ。このまま旅に出たいよね。いやしかし俺ほんま全然腹空いてへんわ。あ、弁当食うたな俺向こうで。変なチキン弁当みたいな、変な言うな怒られたよ、まあ、
美味しいチキン。バスこう綺麗わー、こういうのね、こういうの綺麗でしょ、こういうのだね。いいんですよね。いやー、今日でも一番このドクロが目立ってんな。やっぱ着る服も大事やな。一番目立ってるで。結構ガタンガタン険しかったけど、まだ道がある寝る場面なかったな。まずこれですか、どで焼きとか。この一番ね、なんか張り切り出すんですよね、こういう食べ物の時。食べ物言うたら真っ先に行ったからね。ブー食べる言うたらもうブーが一番あんだけ早かったかいうぐらい飛んでいったからね。いや、こっち。あ、それを映してて。どてね。名物なんでしょ。どう。すごいわ。このね、名物で。これを旅にわざわざみんなが来るらしいんですよね。で、ノラさんが日焼けしてるという。めっちゃ焼けてるでしょ。ほっぺたと腹が中和向こう。ショーです。ショーお前か。ショーです。うわ、俺も入れてる入れてる。入れてた指。そういうところがまだいいよね。そういうところ大好きですよ。いや、本当にスニアさんもびっくりっていうね。親指入れろっていうね。いや、後ろでも。いただきます。どんないたずらしときます。ブーの自分が見えるよ。ちっちゃいいたずら。じゃんじゃん。
あんまり焼けへんよりも遠かったしたはずやのに、ここは焼けるんだ。鼻は焼けるんだ。さっき日焼け止めだったね。危ないな。日焼け止めっていうの全然考えてなかった。うわ気持ち悪い。何これ。煙パスちゃうんですか。パスこれ。接近してる。キラゴ心折れかけ。折れかけ。早走らんと暑いよな。また会う言うとこやなんか。俺鍵刺さってん。また会おうやの。危ない。帰ります。帰ります。じっとしてるとね、あかんすね。走ってるとやっぱりさ、一回出てギリッと下道で行くようなこと言ってましたね。あれここなんか覚えがあるような気がするんだけど、ちゃうか、気のせいか。父さんだけが知っている下道。下道はなんか後藤さんが得意中の得意らしいんだよね。ついていきまする。うぅ、おぉ、ぶっちゃけ持ちやん。おぉ、さっきまでの暑さが嘘のようにむっちゃすがすがしくなってきました。復活、すんがさん復活。これこういうとこよ。俺言うてんのもうこれ。うわ、ええ空気や。ええ空気や。
これ最高やな。たまりませんね。しかし大丈夫なの後藤さん、あの男。後藤さんにまでついにぼやけ出したぞ俺は。後藤さん道知ってる言ってた。ば、後藤さん道知ってる言ってんの。知ってんの。え、ナビでね。ナビで覚えた。何や今ナビでやってんのかい。